根ご和か根さ和ごさ明治25年2月7日は、江戸時代末期の長州藩の家老。通称は長五郎、立脇、清之助。和ずも、また通称であり、本名は親優。この根ご近しほと2代にわたって、藩主、毛利義ー,ーより偏岐を賜っている。方向は韓国。文化13年7月2日。 宿り木組の1036国取りの根頃広し行の長男として生まれる。後下4年に大組頭となって反省に参画するが、加英7年9月に病気を理由に辞職した。文久元年2月より再出資し、文久2年からはエドルス巨約に認じられて、長井画学の後部が大運動を手助けした。しかし長井が失脚したことが影響し、8月には藩主の生死である、 毛利玄徳の禁止にされた。文久3年には、帰国を命じられてしばらくは筆足した状況にあったが、間もなく復帰して5月に過労に任じられた。7月には上京し、京都留守居約のシシドマスミと共に、朝廷工作などを行った。第一次徴収制罰後、高杉晋作らが、荒野マでラで挙兵した際に、根炉はこれに降伏し、以降は、高杉らに協調して、 反省を主導。明治3年には、山口藩大三寺に任じられた。明治17年、家督を、この親保に譲って隠居し、明治25年2月7日に死去した。去年77。ありがとうございます。